あ、エイム早いですね。これ何も乗っかってないので。うん。まあ、このままでも結構撃ちやすい銃ですね。ハイパーライフル持ってきてくれ。もっと RPG が。お、この銃撃ちやすいね。なんか、おー、近いぞ近いぞ。このステアはバレルに確かサプレッサーがついてるのがあるんですよね。エイム速度が、あ、だいぶ遅くなるね。急に。単発撃ち。おお、来た。早く。どうも、肉丸です。ご視聴ありがとうございます。いつも動画に、グッドボタンや、コメントありがとうございます。収録の時点で、登録者数が900人になりまして、残り100人で、1000人ですね。マイペースでこのまま頑張りたいと思います。ぜひ、チャンネル登録してない方は、登録をお願いします。さて、今回のテーマはですね、普段使ってないアサルトライフルを使おうと思いまして、密輸品にですね、ステアがあるんですよね。ゲームでは STB-556 っていう銃になるんですけども、今持ってるこの銃ですね。見てみましょうか。こういう銃になります。こういうマガジンが後ろ側についてるブルーパップ式って言うんだったかな？こういうものですね。映画だったらダイハードの敵のカールっていう強敵がいるんですけど、その人が使ってる銃で、私は印象的な銃ですね。今回はこの密輸品があるので、まずは密輸品を持って行って、まあ、やられるか、無事に帰ってきたら、さらに自分の好みのカスタムにして持っていきたいと思います。密輸品がですね、一つだけあるんですよね。これですね。で、相変わらず、この STB-556 というか、ステアのグラフィックはシーズン2でもなんかぐちゃぐちゃになっちゃうんですよね。で、これをセットして、うん、こっちでもグラフィックがね、消えちゃうんですよね。ちょっと密輸品なんで詳しいカスタムは見えないんですけども、今回はこれをまず持っていきたいと思います。ミッションはですね、比較的やりやすいものがまだ残っていたので、デストロイサプライ契約を入手っていう爆弾設置ミッションですね。それを完了。その後出た、まあ、金庫ができたらやりたいと思います。あとは、サムサイト、地対空ミサイル基地をダッシュ。飛行機が撃ち落とすのを待って、その落としたサプライドロップを収集。あとはパソコンを見つけて機器を盗めとか、まあ、いろいろありますけども。まあ、爆弾ミッションか、サムサイトが近くにあったらやりたいですね。あとは普段使わない、この銃ですね。これを持っていきたいと思います。ちょっと素の状態をちょっと確認してみましょうか。素の状態がですね、装備して、ガンスミス。まあ、こういう銃に、お、あ、エイム早いですね。これ何も乗っかってないので、うん。まあ、このままでも結構撃ちやすい銃ですね。あ、弾が30発ですね。うん。なかなか撃ってる音がこの気持ちいい銃なんですよね。ドゥク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 って言うんですよ、これ。ちょっと、奥は、左右にちょっとブレるんですけど、うん。あ、でも、素の状態で使いやすいな。なぜか私あんまりこの銃使ってないんですよね。だから動画に、出てくることもあんまりないと思うので、今回はこの銃を使ってみたくなりました。じゃあ今回はまず密輸品をつけていってみましょうかね。これで見る限りサプレッサーがついててバレルが長くなっててサイトが乗っかっててハンドルがあるっていう銃みたいなんですよね。じゃあ一旦これで出撃してみたいと思います。アーマーが3なんで生きて帰ればまた強い保証品とともに行けますからね。なるべく生きて帰りましょう。それじゃあ、展開。
よし、始まりましたね。あれ、バックが、あれ、一番弱いバックになってなかったかな、今。あ、お願いします、お願いします。お願いします、お願いします。あ、よかった。アーマーもね、たまになく。よし、じゃあ爆弾ミッション行こう。仲間一人こっちに来てくれましたので、爆弾ミッションできるかな？よし、仲間はスナイパーライフル持ってきてくれ。もっと RPG が。お、この銃撃ちやすいね、なかなか。おー、近いぞ、近いぞ。こういう銃ですね。お、見えない。おー、おっとっと、見てる場合じゃない。うん。爆弾の方に武器を拾っといて、あれ？違う。あ、武器は埋まって拾えないのか。サプレッサーがついてるのが今回いいですね。この密輸品は。お、これと、お、お、じゃあズンズン行きましょう。私は爆弾ミッションがありますのでね。ついてきてくれるかな。3番さんがちょっと、3番さんが来てくれてない。おっと、危ない。 RPG を5メートル OK、 ありましたね。よし、 OKOK、 いいね。よし、あ、私も乗ろう。乗してください。あー、乗って OK。この曲なんかリンキンパークの曲じゃない？今の曲。あ、変わった、曲変わった。懐かしい曲が流れてましたね。一応プレイヤーがいるかもしれないので警戒しましょう。で、上には RPG 兵がいることもあります。おうおう、ターゲット2、爆破準備完了。起爆まで周囲を守れ。アーマーもらいましょう。じゃあ私が設置を。あれ、あ、電子部品、これパソコンのミッションにならないかな。お、何か鍵もらった。やつらを撃て。よし。で、金庫ですね。この後金庫の場所が出るので、金庫の場所をマーキングしていきましょうね。あ、ショップも行きたいね。ショップ行こうか。ショップ行きたいですね。オッケーオッケー。ウルトラは敵の補給物資が近くの金庫にある。場所をタックマップに。アーマーを買いたい。大丈夫かな。ちょっと他の人たちは来てないけど、アーマーは欲しい。素早く撃って。よくわかんないけど、適当に買いました。うん。もしかしたら、ショーバックで来てたってことかな。ショーバックでしたっけ、私。
中華台だったような気がしたんですけどね。ね、買わなくてもここにあったようですけども。あ、そうだ。金庫をマーキングしないと。あ、金庫遠いね。ちょっと遠いけどどうしようか。車を走らせますか。あ、入る？入ります？キーカードが多分ないから入れないですよね。お、歩いていくか。黄色さんが向かってくれてるから歩こうか。ホステージ契約をマークする。お、黄色さんズンズンいってるよ。これは黄色さん戻ってきてくるけど、私はちょっとこっちに行きたい感は出しときましょうか。 UAV を立てるみたいですね。立ててどこに行くか。うん、こっちに行こう。よし、指揮官だ。 UAV が位置についた。どこに向かう？2番さんは来てくれてるね。よしよし。3番さんも来てもらいたいけど、3番さんは大丈夫かな。あ、3番ちょっと来てないね。まあいいか。2人いればなんとかなりそうな気がするんで、私の任務をゴリゴリ進めてますけども。サムサイトを特定した。あ、ありがとう。サムサイトも助かる。サムサイトもやりたいね。ちょっとでもこれ先にやろうか。うん、ちょっと2番さんも見てくれているけど、先にこれやっちゃいましょう。貨物ヘリが接近。あ、貨物ヘリ見てなかったね。他のプレイヤーかな。で、ここには緑の敵が結構いますよね。あ、違った。こっちじゃない。オッケー。じゃあ、つけまーす。うん。非常に今、順調にお仕事。あれ？どこだ？こっちからか。見えない。上がってるかな。 OK。 3番さんはどこに行ってるんだ。あ、3番サムサイト行ってますね。先にウルトラは、ウルトラはスクワットがバラバラだ。まとまれば生存率も上がる。おっとっと、やばい、来てる来てる。裏からも来てましたね。あー、巻いておきましょう。おうおう、シュンって言ったぞ。ウルトラサイト周辺を守れ。信号の捕捉を試みる。よし、開いた。よし、仲間も取ってもらいましょう。じゃあサムサイト行きましょうか。サムサイト、仲間のサムサイト。あ、車もあったね。車乗ってきてもらえたらありがたいけども。じゃあ移動してサムサイトを動かしましょうね。来てるかな。お、いいね、いいね、さすがです。よく分かってらっしゃる。オッケー、ありがとう。え、サムサイト動かさずに待ってくれてたのかな。弾薬箱があった。よし、サムサイト動かそう。あ、うまっ。あ、3箇所回る人か、この人。あ、違うかな。待ってて動かしたんで
三箇所同時に、うわっ！え？どうなった今？なんだこれ？え？今何が起きました？なんで私吹っ飛んだ？あ、間違えた！間違えた。これを見たかっただけなのに。アーマーあげましょうか。あ、あれを拾いに行かないといけない。拾いに行こう。敵の攻撃ヘリを撃墜。墜落現場で物資を探してみろ。これちょっと危ないかな。サプライドロップがあるけど、行こうか。ちょっと危ないかな。ロハンオイルの中ですからね。こう行って大丈夫かな。あ、上にあるのか。上どうやって上がるんだこれ。お、上がれるか。でも仲間が取ってくれたら多分 OK だと思うんで、私は、ちょっと UAV 遠いね。周りを見てみましょう。これは AI ですね。トイ！オレンジの人がいっぱい来る。OK。取れた？私も取らないといけないのか。これ仲間が取ったから OK 出ましたかね。あ、違う！やばいやばい、これ。お、これ。ちょっと待って。取った？取ったような。取ったね。よし、行こう。ドロップされた。これ違うのか。いた。これじゃなかったってことですかね。今のは、どのマークだったっけ？あ、これか。ちょっと遠いですね。ちょっと行きたい感は出しときましょうか。うん、一回帰ってもいいですね。思ったよりは私の任務進みましたので。よしよし。じゃあ脱出しましょうかね。ショップに行こう。エアストライクでも買っときますか。ビルディングはいらないな。まあいいか、一応持っとくか。じゃあすぐそこが脱出なんで、呼びましょうかね。お、帰っていいかな。あー、ん、じゃあ私呼びます。大丈夫かな、他のプレイヤーは。どこで待とうか、ここで待とうか。あれ、来てない。上がれない。スウェッ。ちょっと遠いね。こっちも一応見とかないとね。みんなで同じ方向見てないで、ちゃんとこっちも警戒して。大丈夫かな。援護射撃。よし、じゃあお家に帰りましょう。台の方だ。ウルトラも全員確保。ウルトラはサブサイトが制御不能だ。近接航空支援は行えない。
サプライドロップ取ったつもりだったんですけど、あれはコマンダーヘリを落としたからか。お、ど、一人大丈夫？いる？いる？あ、ありがとう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 。おー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 、ありがとう、ありがとう。おーおー。新しいショットガンですね、あれは。新武器の。よし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 。うん。一つはミッション完了しましたね。近くに爆弾があって、仲間が協力してくれたので一つは終わりました。次は自分の保証品をカスタムして持っていきましょうかね。今のカスタム結構使いやすかったですね。サプレッサーがついてたし。お、レベルも上がりましたよ。よしよしよし。爆弾ミッションが終わって、さっきのドロップされたサプライドロップかと思ったんですけど、ドクロマークがあったので、おそらくコマンダーヘリが、あれはサムサイトがコマンダーヘリを落としたってことですかね。それ、サムサイトがコマンダーヘリを落とすのは意外と知らなかったですね。他のプレイヤーが多分倒して落としたんだったら、もう中身を多分回収されてたと思うので、おそらくサムサイトによってコマンダーヘリが落ちてたんでしょうね。で、それは、これには、サプライドロップ判定にはならなかったようです。よし。じゃあ今度は、あ、これもあったけど、これは、もう売買にしましょうか。バイバイするぐらいなら持っててもいいか。で、これを解除して、でも解除したらこれが消えちゃうから、こっちを解除して、で、これを交換しましょう。あれ？解除できないのか？何かを持ってないとダメなのか？じゃあサブマシンガンのフェネックでも持ってましょうか。で、これを解除して、で、密輸品を、じゃなくて、保証品を持っていきましょう。まず、装備で、ガンスミスで、射撃場ですね。ちょっと何が足らないかを確認しましょう。イームは早いんだけど、やっぱちょっとサイトが、見にくいんですよね。やっぱ反動が、穏やかで、意外と撃ちやすいんだな。なんであまり使わってなかったんだろう。まあ M4 とかね、タック56とか他にも撃ちやすい銃が結構あるんで、あ、弾がね、ちょっとマガジンを増やしましょう。マガジンが30から42になるんですね。ちょっと中途半端ですけど42。え？シングルタップモッドっていうのもありますね。これはハイグレイン弾っていう強力な弾が出るようです。あとは移動速度とかが速くなるよですね。ちょっとこれ、撃ってみましょうか。まあ、速いですけど、元から結構速い。あ、さらに速いか。シングル。あれですね、セミオート専用ですね。エイム力が問われますね。10発しか出ないのか。ちょっと私が使うには難しいので、これは42にしましょう。これで、あ、まだ早いですね。もっと弾が出てもいいんですけど、まあ、最大が42なんで、これは採用しましょう。あと、サプレッサーはやっぱつけたいですよね。で、このステアはバレルに確かサプレッサーがついてるのがあるんですよね。これは何ですか？これはサプレッサーではないのか。
これをつけると音も消えるし、弾速も速くなるし、射程距離も上がるし、反動も下がるし、最高じゃないですか。エイム速度が下がって、移動速度も下がるようなんですけど、ちょっとつけてみましょうか。これで、エイム速度が、あ、だいぶ遅くなるね。急に。あー、撃ちやすいね。撃ちやすいけど、かなり構えるのが遅くなるか。あー、でも撃ちやすいですね。でもこれ射程距離も上がるし、音も小さくなるということで、サプレッサーに一つアタッチメント枠を取られないっていうのはいいので、これつけようかな。あとサイトか。サイトは私がいつも使う。これにしてみましょうか。さっきのもなかなかね、使いやすかったですけど、だいぶ遅くなっちゃうね、やっぱり。ちょっとアサルトライフルなんだけど、ちょっともっさりするね。結局さっきみたいにカスタムになっちゃうような気もするけどな。これがやっぱり、くせ者な気はしますね。早いな。あ、打ち合わせし早い。そうか。他にサプレッサーがついてる。射程距離を上げたいんですよね。弾速も上げたい。これなかなかいいな。射程距離と弾速が上がる。ただし、反動も、でも、腰ダメ打ち反動制御が悪くなるけど、普通に反動制御は何も影響ないのか。これ結構じゃあいいかもね。あ、これでも反動制御も効果あるのか。これいいね。移動速度がでも下がるのか。ギリギリ。ギリギリ許容範囲かな。か、さっきの、ちょっと長くなるのかな。これと、元がこの短さか。元が短いんですね、かなりね。これが普通のステアっぽい長さですけども。さっきぐらいかな。ちょっと遠いのが反動が大きくなって撃ちにくいけど、でもこれにサプレッサーつけたらさっきのカスタムとなんかよく似た感じになりますね。私だったら結構エコーレスが好きでつけるんですけど、さっきの密輸品とほぼ一緒であんまり面白くないですね。ここをじゃあやっぱりこれにしますか？ちょっとでももっさりするね。でもアタッチメントを一つ枠を使わないのはメリットか。これで、アンダーバレルさらに行きますか。もともとね、アンダーバレルというかハンドルがついてる、まあ銃にはなるんですけど、これを、一回フェーズ3つけますか？持ちにくそうだけどね。なんか、この前のハンドルのが良さそう。倒せたけど、ちょっとブレが大きい気がするね。倒せるか。か、ハンドが、制御が良くなるパイナップルとか？どっちもどっちだな。こっちにしましょうか。あと一つつけられますね。弾薬がいいですね。これで高速弾入れますか。なかなか強いし、さっきとはカスタムが違いますね。あ
あ、なんか、この奥がね、撃ちにくいんだよな。だからさっき拾ったカスタムなかなかやっぱ使いやすかったってことですね。商品で持ってって自分でカスタムするよりさっきより撃ちにくいような気もするけどな。まあ、今回でもこの、あまり使ったことがないバレルとマズル一体型のこれを使ってみましょうかね。これちょっと一応見てみるか。あ、ちょっと後ろのラバーが変わるんですね。移動が速くなるものと反動制御か。でも外せるものがないんだよな。コームってなんだろう。あ、コームか。あ、チークパッドみたいなことか。なぜか部品が乗っかるのに、エイム速度とダッシュ後、射撃速度上がりますね。これ結構でもいいな。結構私ダッシュもしますし。うん、これ結構いいな。リアグリップは？ああ。ちょっとテーピングが滑り止めみたいなね。反動制御。これちょっとつけたいな。これをつけるとしたら、高速弾外しますか？高速弾外す？ちょっと見てみましょうか。いやー、相変わらずちょっと遅いよねー。まあ一番奥は倒せるけど、あんまり好みじゃないな。うん、エイム速度がそんなに上がってるような気がしないんだよな。だったら高速弾の方がいいか。結構前でガンガン戦うタイプなんで、やっぱエイム速度が大事なんだよな。すいませんね、ちょっと悩んじゃって。これがやっぱりちょっと私の好みじゃないですね。もっさりすぎるんだよな。これ、エイム速度、速いやつ。ああ、速い、いいね。だけど反動大きいね。エイム速度は、これぐらい。これに、そうか、弾薬をつけないんだったら、サプレッサーつけれるのか。これでいつもの私のエコーレスどうでしょうか。あー、まだ早いね。あー、ちょっと後ろがね、反動大きいけど、でもさっきのもっさりした銃よりは好きかな。やっぱ、枠を、一つ、節約できるんだけど、もうちょっと、あれしようか。反動制御できるやつにしようか。あ、これね。これは反動制御も効きますね。見た目もなかなかいいですよ。ああ、いいじゃん。ちょっと、これがもっさりするのか。さっきの人はハービンジャーつけてましたよね。ハービンジャー早いのかな？いや、もっさりするの。まあ、しょうがないのか。軽いサプレッサーつけたいですね。そういうのがあるのかな。これちょっと長いので、私今好みでこれを使っているんですけど、ここが長いから、短いサプレッサーとかにしてみようか。エコーレス、エコーライン。これにすると、あ、ちょっと早いか。あ、これいいかもね。さっきよりちょっと構えるのが少し早い。一番奥もね、やっぱ倒せないといけないと思うんで、まあ、今回は、ちょっとこれにしましょう。それで、エイム速度上げるか。エイム速度上げて、弾速上げて、ここは反動、安定、エイム。あ、射程距離も大事ですけどね。まあ、エイムにしましょうか。で、これで、エイム。調整入れたかな？あ、これも入れるのか。これも、
エイム速度、腰ダメ打ちあんまりしないんだけど、じゃあ歩行速度にします？じゃあこれにしましょう。あ、ちょっと良くなったような気もする。ちょっと奥は倒しにくいけどね。まあ、近い敵とも当たりますから、このカスタムで行きましょう。すいません。長らくお待たせしました。これを装備して、こっちはフェネックですね。じゃ、これは一応解除しておきましょうか。これで、ミッションはじゃあこのままにしましょうかね。まあ、できたらサムサイト、あとはデータ収集をやれたらやりたいと思います。もう一回、じゃあ行きましょう。あ、サムサイトもあるね。サムサイト行こうって言ってみようか。今度こそ。あ、お願いします。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 あ、違う。これ。向こう行っちゃうかな。こっち行きたいんだけど行ってよろしいでしょうか。一応、周りを様子見て。あ、向こうに行きたいですね。じゃあ船を行きたいっていうのが出てますので行きましょう。あ、でも思ったよりエイム早いかも。なんか射撃場に行くより早く感じますね。さっきもこれぐらいだったのかな。え、あ、抜けた。そうか、一人抜けちゃいましたね。貴重なアーマーをいただきました。大切に使いましょう。仲間は何の用事があるんだろう、ここに。金の活動が増加している。警戒しろ。ここに用事のある理由はない。よくわかんないね。なんかアイテムが欲しいのかな。気をつけないと結構強いですからね、ここね。あ、結構撃ちやすいな。射撃場で撃つより、なんかイメージいいですね。なんか、カスタムが決まんないなーと思ってたんですけど、ここ結構危ないよね。盾兵も多分いるんで、いいね、ナイス。お、中バックはありますよと。なんだこれ、重要書類、いいね。いいね。お金になるものはありますよ、いっぱい。お、なんか足音はする。ここの構造はよく分かってないんだけど。お？中バックはいっぱいあるようです。階段があるんだったっけ、ここ。いつも階段がわかんなくて。あ、ここね。ここから上がって。あ、オレンジボックスがあって。まあいいかな。ん？おお。はい。間違えて燃えました。オッケー。で、さらに上に上がる方法があったような。どっから上がるんだったっけ？お、なんか上がってるね。そう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 。ここ上がって、お、さらに上がって。契約で得たキャッシュで装備を購入できるぞ。サンアーマーね。サンアーマーは今回は持ってるので、で、あ、こ、そう、あ、なんか船を落とすぞ。敵をマーク、敵の車両をマークした。つつくと危ないか。サムサイトで何かしてますね。いいね、撃っちゃってください。で、ここにオレンジボックスがあるので一応取っておきましょうか。お、いいじゃん！これ撃ってみようよ。
よくわかんないけど、なんかすごいの持ってきました。構えろ。ん？これはどういう風に使うんだ？ロックはできないのか。早めにこっちに。撃て！早いね。さすがに無理か。いや、ちょうどいい武器を見つけたんだけど、上から撃ちたいけど、これ。ちょっと見てみよう。上からね。大丈夫かな？装甲艇が、どっかにいたけどね。まあいいか。でもなかなか面白い武器をゲットしましたよ。あれ？どこ行った？仲間は？行こうか。私、サムサイトが、あ、そうそう、サムサイト行きたいんです。そう。サムサイトに行って、なんかさっきのプレイヤーたちもサムサイト触ってたけど、危ない。プレイヤーがいる。敵の NPC がいっぱいいますね。ちょっとこっちね、ここに今敵が来たら危ないですけど、ここにね、ここに今敵がたくさんいますので、ちょっとこっちから行きましょう。サムサイトがあった。私はサムサイトを起動して行けたら、サプライドロップを開いたいですね。ショップも行きたい気がするけど、ちょっと近くないから、このまま行きましょうか。反発撃ち。すごい敵多い。危ない。ナイス。うわ、うわ、囲まれて。うまい。よし、じゃあ行きましょう。敵は全員倒したかな。じゃあサムサイトを動かしましょう。アーマーが落ちてたら欲しいですけども。攻撃ヘリが来るって言ってましたね。このカスタム思ったより使いやすいですね。あ、ここにいないとダメなのか。攻撃ヘリを撃ち落としてくれ。仲間は何のミッションやってるんだっけ。あ、沢ホテルね。あ、やっぱりこの 50GS 今回もあるんですね。マチャドだと確定したぞ。支払いを承認した。そうか、私もいつかまた沢ホテルに行かなきゃいけないんですね。よし、もうちょっと頑張れ頑張れ、サムサイト早く。サプライドロップ取れたら取りたいですけど、今回はどうなるでしょうか。ちょっと一人少ないっていうのがね。ないね。お、アーマーは大事よ。で、ん？なぜ取れない？いいものがある。いいね。私もショップ行きたいです。素晴らしい。あとは UAV タワーかな。 UAV タワーがあった。安全にお買い物できるように UAV 立てましょう。あ、できるぞ。了解。 UAV タワーを確認した。こっちの敵を倒しておこうか。バレた。敵のサプライドロップをロックオンし
ありがとう。あ、痛い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 。ウルトラは命中を確認。攻撃を破壊した。お、もう命中したね。まずはショップ行きましょうか。まずは UAV 立てて、大丈夫かな。一応こっちを軽く覗いておきましょう。プレイヤーが来たねか。あ、いったいったいった、プレイヤーじゃないけど。よし。これで見て敵がいなければ、ショップ使いましょうね。ウルトラは、こちら指揮官、UAB が展開を始めた。うん。プレイヤーいない。OK。これ中かな。安全。めっちゃいいじゃん、ここ。めっちゃお金あるぞ。UAV 取って。お、ちょっと待て、ちょっと待て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 、言うこと聞か。よし。じゃあ行きましょうか。で、落とした荷物がどこで、あ、これですね。これを私取り行きたいな。結構敵強いところですね。これ危ないな。だけどトラックに行って、トラックを取りに行って、トラックどこだ？トラックはこっちですね。トラックを取りに行って、あ、この車もらうか。この車もらいたいね。うわ、うわ、あべ、で、サプライドロップを取り行きましょうか。これをゲットできれば任務クリアですからね。ここはでも結構この敵がデッドドロップの近くで人が多かった気がするので、あんまり近づきすぎると危ないですから、周りから敵を排除したいですね。トラックか。まあこれくらいいいと思いますけども、あ、ピンが外れた。また寒サイトがなんか動いてた。今のなんか危ないか。寒サイトが動いてるね。ちょっと他のプレイヤーが触った痕跡があって怖いね。一人で行かない方がいいかな。あ、そっか、UAV を立ててくれようとしてるのか。あ、UAV を立てたいですよね。中でゴトゴト言ってる？もしかして。ウルトラはサブサイトが制御不能だ。近接航空支援は行えない。よし、乗ってください。お、静かになった。電気自動車みたいな音になったぞ。ここ大丈夫かな。ちょっと怖いね。これ、すでに開けられてたからダメ？そんなことあるかな？ちょっと、一旦ここ離れましょうか。危ないんでね。敵のオペレーターが武器ケースを確保。位置をタスクマップに表示する。ちょっと待ってよ。サプライドロップ、あっちか。ありがとう。ピンさせてくれましたね。ただ、燃料があんまりないから、ガソリンスタンドには行きたいけども、
あ、ガソリンスタンドあったか。なんかガソリンスタンドあったね。パックオーライ。やめろ、撃つんじゃない。で、こっちの方にもなんか人がいたね。よし、燃料を持っとこうか。さて、どうでしょうか。で、よし、行こう。あ、危ない。置いていくとこでした。 500m か。山の上？どこにあるんだこれは。そうか、サプライドロップを先に開けられてたらダメなのか。ね、購入ステーション？ん？オッケーオッケー。ちょっとサプライドロップをね、行きたいので。メートル表示がされてない。頼む、してくれ。ちゃんと開けよう。お、これいけそう。大丈夫かな。銃の音はしてるけど。お願いします、ありがとう。さあ来い。お、すごい銃あった。オッケー。あれ、間違えた。何か入ってた今。なんだこれ。よいしょ。よし、帰ろうか。ここで帰ろう。ここに向かうか。か、このミッションしようか。これにしよう。おお、石に当たる。じゃあ脱出しましょうね。人質を救出して安全に帰りたいと思います。一応任務は完了できましたね、よかった。で、ここザヤ危ないんだけど、ミッションだけ先に取って、さっさと離れましょうね。ここ危ないんでね。強いな相変わらず。あ、プレイヤーいた。あ、違った、プレイヤーの動きに見えましたね。ん？なんだこれ、人が倒れてるぞ。もらっ、ちょっと待ってね。ここで脱出のこれをゲットして、早く。あれ、キルさんとかいた。キールさんどこいた。ここ結構難しくないか。大丈夫か。これどこだ。うわ、向こう側か。ザヤじゃないところで人質を救出できると思ってたんですけど、結構ザヤでしたね、しっかり。ん？ショップ行きたいのかな。まあいいかな、行って。大丈夫かな。こっちか。もうちょっとこっち側行きましょうか。ちょっと周りを片付けましょうか。周りを片付けないと危ないですからね、ここは。お、入った？大丈夫？入った？もう入った？入った入った？入っちゃったけ？どっから入った？あ、いいね。まだ入ってなかったね。じゃあ、ここ、え、どっから入るのこれ。敵が見えた気がしたけど、今。おお、来た。早く。ナイス。大丈夫かな。で、最高。あ、戦利品。
持っておこう。ありがとう。ありがとう。よし、パソコンもね、もう必要ですから。うわ、ここ危ないとこじゃない？大丈夫かな？もうちょっと頑張ろう。意地悪ね、ちょっと遠いよ。安全な こっち側通ろう。よし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 。いいよ。またミッション一つ。仲間が優秀ですね。この私のミッションもちゃんと把握してくれて、パソコンの中に物があるよって教えてくれました。途中もいろいろピンしてくれてたんで、多分、いろいろいい情報あったと思うんですけど、私が見るよって余裕がなかったのでね。よっしゃ！ありがとう、ありがとう。すごいいい人。わーい、わーい。ありがとう、ありがとう。わーい、わーい。よっしゃ！うん、コンピューターを見つけて機器を盗めも終わりましたね。頑張ってくれ。グッドラック。オッケーオッケー。お！オッケー、これもあったのね。オッケー。キメラのフルカスタムもらいましたね。これ敵のプレイヤーから前もらったと思ったら、広い武器でフルカスタムも手に入るんですね。これサプレッサー付きですし。いい武器拾いましたね。はい。というわけで今回は無事に爆弾のミッションとサムサイトのミッションを完了することができました。またデータ収集ということで仲間がピンをしてくれたおかげで、このコンピューターを見つけて機器を盗めとハードディスクを一つ回収することができましたね。まあこれは今後もパソコンを漁れば比較的手に入りやすいものですから進めておきたいと思います。今回このステアですね。STB-556 っていうのを使ってみたんですけど、やっぱりアサルトライフルなんで使いやすかったですね。で、カスタムした時はちょっとカスタムが定まんなくて心配したんですけど、現場に持っていくとなかなか使いやすかったですね。遠くの敵を倒すのにちょっとブレがありましたけど、うん、それ以外は特に問題なかったかな。やっぱりアタッチメントでサプレッサーと、なんだったっけ？マズルが一緒になったものもあったんですけど、やっぱりエイム速度が遅くなるのが注意ですね。今回はそれを外して持っていったので、特に戦闘でも支障なく戦うことができました。今後もいろいろカスタムをして、お気に入りのステアカスタムを持ち込んでみたいですね。よし、今回は無事に帰って任務を進めることができましたし、長時間になってしまったんですが、ご視聴ありがとうございました。また次の任務で頑張ります。じゃあねー、バイバーイ。